どうもルセイニーさんです。アシスタントです。はい、はい、カメラです。はい、どうも。新年明けましておめでとうございます。はい、今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで新年明けたという手で今撮っていますが、まだ実は12月です。はい、はい、新年ご挨拶動画ということで今回撮らせていただいております。兄さん、去年は、はい、いろいろと動画出したかと思うんですけど、振り返ってみてどんな感じでしたかね。まあ、そうですね、どっちかっていうと身を守るやつが今年は多かったかなって思いますよね。そうですね、まあ、基本は兄さんのやっぱりセルフディフェンスがやっぱり基本でしょう。はい、はい、でもまあこれから、新年新しいことをいろいろとやってみたいと思うんですけど、はい、とりあえず間に合いますか。いや、もうね、戦いっていうジャンルを超えていろんなことに、はい、いろんなジャンルでね、まあうん、まあ、とりあえず、まあ、アシスタントさんの、あちらに見える、こちらのエミネーターの、修理等もしていきたいと思っております。本格指導していきたいですね。せっかくあるんで、まあ、とりあえずその状態なんかも、まあ、徐々に説明していきたいと思っております。また早くこの鉄の馬にまたなりたいですよ。またなっちゃってる。すぐ馬がいるんですけど、もうすでにいますけど、もう、まあ、1回 TikTok での時にもうこのハーレーかっこいいなっていうのは言われてまして、で僕のじゃないっていうことなんですけど ね、ちょっとね、長い間勘違いしてた方も多いと思う。多いと思いますけど、だからアシさんのハーレーさん1個くれよってね。維持費がね、大丈夫ですか。いや、ちょっとこっちはきますよ。これはちょっとなんとかなんとかお願いします。維持費を俺が出さなきゃいけない。今後やっていくことっていうので、だってこういうのやっていこうかなって。そうですね、まあ、やっぱり、まあ、いろんな動画見てると、はい、まあ、やっぱり皆様やっぱりセルフディフェンスにつながっていくような、まあ、そういった興味のあるようなジャンルをちょっといろいろやってみたら面白いみたいな。まあ、そうですね、まあ、もちろんリスナーの皆様から、こういったことやってみてよ、あれやってみてよっていうのをもちろん、常に大募集してますので、はい、ぜひ、コメント欄でお願いしたいと思います。それはもう、はい、まあ、とは言っても、まあ、なんか新しいことやらではいけないのもあるんですけど、まあ、バイクと、まずは、そうですし、いろんなスポーツなんかも面白いかもしれないですね。スポーツ音痴がバレちゃう。あと実はマニーさん結構ゲームなんかも、あ、意外とやってますんで、ちょっとだけこの3人でゲーム実況なんかも面白いんじゃないですかね。なんか戦う感じのゲームとか、まあ、格闘ゲームとか、ね、格ゲーなり戦争ゲームなり戦争ゲームなり FPS 系とか、まあ、バトルロワイヤル系、まあ、だと、まあ、ちょっと面白みがないんで、ほう、乙女ゲームでもやってみますか。あ、もういっそのこと、いっそのこと乙女ゲーム、乙女の心になってなんだヒーローたちを攻略していくという。あ、こっちが乙女なんですね。こっちが乙女ゲーは、こっちが乙女、特にギャルゲーの、女性版という。あ、なるほど、ちょっとイケメンたちが出てきて、心が持つかどうか。その心が持つかどうかもちょっと面白いと思うんですよ、このメンバーでやったら。どんどん来るっていう感じ。なんだろう、やったことないし、全然知識ないですからね。俺もない。あったら怖いよ。怖い。王子様とか、イケメンの先生だとか。まあ、それも方法の一つということで、はい、はい、これから、ね、寒くなって、うん、まあ、例の病気も、また第4、第5となんかなってますけど、はい、今回は、兄さん、大量にマスクを買いたいと思って、あ、すごい。決して転売をするわけではありません。はい、ちなみにこちらは、パックになってる感じ。まあ、そうですね、これね、もう箱じゃなくて、もうここにも敷き詰めてあって。これね、ドンキで買ったんですけど、はい、これ1個で確か75円かな。1円違います、75枚です。あ、75枚、はい、ここでバカがバレた。で、200円。そう、200円。まあ、1つ70と考えて、350、まあ、1年分っていうか、まあ、大体それぐらい1000円で、マスクを、購入してきました。はい、これも、まあ、動画の準備ということで、はい、みんな頑張っていければなと思います。はい、今年にこれをね、たくさん使い切って、で、もうより良い、動画を出していけるっていうことを目指して、はい、俺らも進化し続けて、いろんな変化、うん、そう、
俺らも新しい技術をさらに身につけたい、ね、やっぱり、うん、俺らも成長、はい、成長し続けて、あと我々も成長しつつ、リスナーさんも、セーフティーフェンスを学んでる、はい、かつ、まあ、それだけじゃなくて、まあ、リスナーさんと一緒に楽しめるような、動画を目指していきたいと考えてます、はい、超ホワイトですからね、はい、ね、一番学んでるのは自分たちなんだけどね、そうやってるね、そう、あのね、リスナーさんもめちゃくちゃ詳しい人すごいいるんでね、うん、知識とか危機管理とか、うんうん、だからこっちがね勉強になるなとか、そういうリスナーさんから我々も学ばせてもらったり、学ばせてもらいましたね、あと本当に、ね、動画にも出しましたけど、うん、初心者さんを、教えて我々も初心会、そういったものもいいんじゃないかと思います。ちなみに兄さんがちょこちょこ髪型が変わってるのは私たちはちょっと気になってます。どんな心境の変化があったんでしょうか。もうちょっと伸びてきた心境っていうか、今は確かに、うん、なんか頭洗いやすくなったからいいかな。確かにね、洗いやすいしね、乾かすの早いしね、伸ばしてた時目に当たって痛かったんですよ。あ、髪の毛が、そう、縛っててもね、グイーンってきて目に当たるんですよ、サソリみたいな感じで。それで相手の目つぶしとか見えなかったの。そんなね、あのバキのレス対応みたいなこと見えなかったの。そんなことやるのやばいね。このお下げでこう。だったらもうこれでいいんじゃないの。いっそ手使って。あ、そうだ。でも、もう不器用ですからね。はい。はい。まあそうですね。まあいろいろとありがとうございました。やっていきましょう。今後もはい、やっていきます。で、この動画ね、いいねと思ったら、高評価でいいねと思わなくてもチャンネル登録をよろしく。お願いします。やんなかった。